演舞開演。どうも、本日はこちら、青森県産の黒ニンニクというものを食べてみたいと思います。ニンニクは最近 S&B のおろしニンニクにハマっているのですよね。料理に使うとコクが出て美味しくて、でも生のニンニクって食べたことないですね。まあ、生っていうのかどうか分かりませんが、ちょっとお醤油っぽい匂いがします。とりあえず皮むけばいいのかな。本当に真っ黒です。これで精力つつ、ではいただきます。いい意味で思ったほどでもないんですね。どんなものなのかなと少し不安もありましたが、ニンニクの風味は少々するものの、全体的にお醤油の風味の方が強く、あっさりとして食べやすい商品になっていました。これで精力がつくなら嬉しいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。匂いは心配。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。